鴨港は山形県鶴岡市にある地方港湾である。鴨港は省内藩の鶴岡城から最も近い海岸にあり、湾上になった天然の良港である。江戸時代は北前船が行き交う情報文化の入り口であり、ここから飛び島に島役人が派遣されるなど、省内藩の沿岸警備の拠点でもあった。また、鴨海岸は、 町内藩士の精神収容の場として、海釣りが、坂に行われた地であり、漁宅発祥の地と言われる。明治時代になると、坂田港から新潟港に向かう蒸気船が寄港し、鶴岡の玄関口となった時期もあったが、上越本線の開通と共に衰退した。今は、長屋造りの昔ながらの町並みが残された風情ある、漁港のようであり、港の片隅に残る自社の寄進物に、 王子の繁栄を忍ぶことができる。現在、カモ港には、山形県水産試験場、山形県唯一の水産高等学校である、山形県立カモ水産高等学校があり、さらにその横には、山形県唯一の水族館で、世界最大のクラゲ展示施設である、鶴岡市立カモ水族館がある。また、カモレインボービーチという人工の海水浴場があり、 海水浴や磯釣りの場として利用されている。鴨港は山形県水産試験場保有の船舶、最上丸の軽流港となっており、最大の埠頭である浜町埠頭に停泊している姿がよく見られる。2015年度の発着数は82隻、利用客数は43人である。ありがとうございます。